千葉県長生郡ながら町をドライブしているぞ。自然豊かな場所だな。対向車もいなくて走りやすいんだぜ。このながら町は、沖縄根拠地帯司令官であった太田稔中将が育った町なんだよ。司令官、沖縄戦で指揮を取ってたのって牛島満大将じゃなかったっけ？牛島大将が指揮を取っていたのは陸軍だよ。太田中将は海軍の指揮を取っていたんだ。と言っても、陸軍と海軍である程度は協力関係があったんだ。海軍部隊が陸軍部隊と一緒に戦闘に参加した時もあるんだよ。国を守る戦いだから、協力して戦っていたんだな。とりあえず、太田中将の慰霊碑へ行ってみようぞ。これが太田稔中将の慰霊碑だ。顕彰碑って書いてあるけど？ Google マップには太田稔中将の慰霊碑で登録されていたんだが、ちなみに顕彰碑は個人の生前の功績などを知ってもらうための碑で、慰霊碑は亡くなった人を慰めるために建てられる碑だよ。太田中将はどんな人なんだぜ？千葉県長生郡ながら町で生まれた太田中将は、幼い頃から漢文に親しむ一方で、剣道、柔道、相撲、水泳、中剣術など様々な競技に取り組み、その優秀さから神童と呼ばれたよ。特に剣道は教師八段、後の日本海軍内でも屈指の剣豪なんだ。日本陸軍の第32軍司令官の牛島大将といい、指揮官になる人は子供の時から優秀だったんだな。その後、全国のエリートが集まる日本海軍の士官養成学校海軍兵学校へ入校し、海軍軍人として一歩を踏み出すんだ。学校でも優秀だったんだろうな。海軍兵学校にはハンモックナンバーという番号があるんだが、太田中将は入校時には120名中53番、卒業時には118名中64番だったんだ。案の定、これは成績順に付けられる番号で、学校卒業後の昇進の順番にもハンモックナンバーが影響してくるよ。番号だけ見ると、学年の真ん中ぐらいなんだな。でも、全国から優秀者が集まるなら仕方ないよな。なんだかんだで無事に兵学校を卒業し海軍少尉任官するんだが、1917年に肺結核になってしまう。今では話題にあまり上がらない結核だけど、1940年頃の死亡原因のトップが結核であったように、国民病や亡国病と呼ばれたよ。せっかく軍人になれたのに運が悪いな。結核の療養のために周りにも遅れを取った太田中将。そんな時に出会ったのが陸上戦だったよ。海軍って言うと戦艦とか空母とかの船に乗って戦うイメージしかないんだが、陸上でも戦ったんだな。居留地の治安維持や、海軍の飛行場を守るには陸上戦も必要だからな。陸戦の知識は海軍砲術学校の課程で教育されたほか、陸軍歩兵学校に派遣され教育を受けた人もいた。太田中将も陸軍歩兵学校へ派遣されて教育を受けているよ。20年近く陸戦に身を置いた太田中将は1945年に沖縄方面根拠地帯司令官となる。沖縄方面根拠地帯はどういう部隊なんだ？現在の那覇空港は、かつては小禄海軍飛行場という海軍所有の飛行場だったんだ。この飛行場を守備するために配置された陸戦部隊が沖縄方面根拠地帯だよ。太田中将が指揮を取っていた地下壕が、沖縄県豊見城市にある海軍司令部壕なんだな。沖縄県豊見城市に残る旧海軍司令部壕は、1944年に海軍設営隊によって構築された司令部壕だ。壕は総延長450メートルほどだったらしいが、戦後数十年は遺骨収集以外は放置されており、現在は約300メートルが復元されている。かなり綺麗な地下壕だな。司令官がいただけあり、壁面がコンクリートで補強されているし、水が流れる側溝なども作られているよ。沖縄戦開始して約2ヶ月半の6月13日、壕の周囲は米軍に包囲され、応戦する重火器もなくなった中で太田中将と幹部6名が拳銃で自決するんだ。壁に書いてある文字は何なんだぜ？奥に見えるのが太田稔中将の自生の句だ。大きみの御旗のもとに死してこそ人と生まれしがいぞありけり。天皇から授かった御旗のもとで死ぬことこそ、人として生まれた甲斐があったという感じの意味になるかな。最後まで皇国のために戦う軍人であり続けたんだな。うわ、なんかいきなり古文の授業が始まったんだぜ。これは太田中将の自決前の1945年6月6日に海軍次官に送った電報だ。現代語訳してくれ。しょうがないなぁ。太田中将が最後に送ったとされる、この伝文も広く知られているぞ。本来ならば県知事であった島田明によって報告すべき内容だけど、この頃には県庁は各地のガマを転々とする状態で電報が送れるような状態ではなかったんだ。その代わりに太田中将が沖縄の現状を連絡したってことだな。非常事態とはいえ、役人の仕事をやってあげるのはすごいんだぜ。これは戦時でも二人が連絡を取り合っており、有効な関係を築いていたからできたようだ。島田知事は太田中将の10歳年下だけど、島田知事を大変尊敬していたんだな。
電報を読んでみると、一貫して県民の実情についてが書かれているよ。要約すると、身寄りのない老人、子供、女性たちは財産もなくガマに避難して砲弾と風雨に耐えながら生活している。若い女性では看護婦や炊事婦だけでなく、砲弾運びや切り子みたいに名乗り出る者もいる。戦場の看護婦も重傷の負傷者の看護を真面目に続けている。その上、軍が移動を命じても、彼らは遠く離れていた場所でも歩いて移動していく。陸海軍は勤労奉仕や物資節約を強要し、県民を顧みることができなかったにもかかわらず、日本人としてのご奉公の念を胸に生きている。沖縄は食料もなく、焦土と化そうとしている。沖縄県民はこのように戦い抜いた。沖縄県民に対して、特別のご配慮をお願いいたします。軍からも垣間見えるが、軍が振り回してしまったという反省の念もあったのかな？それに、太田中将が送る必要のないこの伝文を送ったことから、太田中将本来の心優しい部分が現れている気がするんだぜ。まあ、どんな気持ちで送ったかは本人と関係者にしかわからないが、表裏なく送ったんだろうと思うぞ。太田中将の家族だけど、11人の子供がいる大家族だったんだ。11人。すごいんだろうな、いろいろ。何を考えている？戦争期は兵隊がいくらでも必要だから、厚生省が結婚10分を発表したこともあったよ。なんだそれ、婚活支援でもしたのか？結婚に対してのスローガンだな。支援なんてしなくても、昔は結婚に積極的だったよ。それを考えれば、11人も普通、なのか？頑張りすぎな気もしなくもないけど、海軍のエリートだから余裕で養えるだろうし、ええやろ。ご子息らは、平和活動家兼社会科教師や海上自衛官など様々な道に進んだよ。大体の説明が終わったから、検証費を眺めて帰ろうぞ。検証碑の隣にあるのが太田中将の生家とのことだ。めちゃくちゃ立派そうな家だ。今回紹介した太田稔中将が使用していたものが、沖縄県豊見城市にある旧海軍司令部号内の資料館に展示されているぞ。それならこの動画内で紹介すればよかったんじゃないか？紹介しようかと思ったけど、旧海軍司令部号の動画を作る時の尺稼ぎに使えそうだったからお蔵入りしたよ。理由が濃すぎる。ということで、今回の動画はこれで終わりにするぞ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。